おはようございます。釣り子 TV です。これね、ノーマンのディープリトル N、ね、ディープリトル N ですね。これをですね、あのアメリカンバスショップさんで一つ、手に入れることができたんで、見ていきたいと思います。これからのね、時期にちょっとあの一段潜るクランクベイト欲しいな、それでちょっとコンパクトシルエットなもの欲しいなと思っていろいろ探して物色していたら、このねディープリトル N が気になったので、でカラーもね結構いい感じのカラーがあったので買ってみました。パッケージで何より目を引くのがメイドイン USA ね、あのアメリカのね製造機のマークでもこれね、もうメイドイン USA だよなんていう風に書いてあって、で裏には、あ、各ねルアーが、あー、重さとですね、どういったところを狙うんだよみたいなのが書いて、あとはトゥルーチューンですね、この曲がって左右に曲がって泳ぐようだとこっちに曲げてねみたいな説明が書いてありますが、じゃあ早速開けてみたいと思います。はい、ノーマン、わあ久しぶりに買いましたけど、ルアーって感じでなんかいいですね、このうーんクロームカラー綺麗だし、あーでね、でですよ、あの今開けてびっくりなんですけど、なんだろう、ちょっとねメイドイン USA 舐めてましたね。これすんげえ張り付いてますよ。なんかあのね、フッ素加工されてるっていうわけじゃないんですけど、これ見えますかね、この鋭い感じと、あとねちょっとね懐が深めというか、あーよく見るね日本の針と比べると、この下のねカーブのところまでの距離がズドンとね、ストレートポイントでここ深めっていう、でねすっごい、あの針なんか交換して使おうかななんて思ってね買ったんだけど、あーこれはね吊るしの状態でそのまんまね投げちゃいますね、投げれるっていうか当たり前なんですけどどうにもね、やっぱ日本のフックの方が鋭いんじゃないのなんて思ってね買ったところ、これはねとんでもなくキャンキャンの鋭い針が最初から組まれております。ちょっとね気になるのが、このスプリットリングは大きめのがついてるんですけど、これはもしかしたらちょっと弱めかな、ちょっとあの軸線が細く見えるんで、まあそういった意味ではちょっともしかしたら弱めかな。ただねブラックバスの引きでこれが、引き伸ばされて、バレたとかそういう感じではないんでね、まあ使い込んであのサビとかが入っちゃったらちょっとねどうかな、まあ交換すればいい話なんですけども、そんな感じのちょっと細めの軸線形のスプリットリングがついていて、で顔周りこんな感じ、これ何メーターぐらいね潜るのかな、ちょっとね今度ねマルリンさんとかにチャンスがあったら聞いてみたいですけど、あでも、9から12フィート潜るよって書いてありますね、9から12フィートね、フィート表示でここら辺の、レンジを攻めたい時に使ってねっていうのが9から12フィート潜るってことですね。オーソドックスなんですけども、普遍的な感じの形で、これのね小さいねタイニーとかねはよく使ってたんですけども、このディープリトル N っていうのはねちょっとね初めて買ってみたんで、まあちょっと釣り場でいろいろ投げ込んでみてですね、釣れたよとかこんな感じだよなんて、レビューしていければなと思うんですけども、重さね、重さも測っておきたいと思います。ディープリトル N ね、これは何グラムでしょうか。15.9g ということでね、およそ2分の1オンスちょいちょいっていう感じですかね、投げやすそうという感じで、でこのねリップがねうまいこと
立ち木とかをいっぱい避けてくれそうだなっていうことで、例えばあのトズラッパラダムとか、例えば三島湖であるとか、そういったところでね、あの投げてみたいなと思って買ってみました。で、まああの本当ね、あのアメリカンバスショップさんのホームページ行くとね、この手の案外ね、アメルアって最近並んでないとこ釣り具屋さんでね、こういうの欲しいななんていうのも買いづらかったりするんですけども、そういった時にあのネットで開いてポチッとなってするとね、で比較的全部あの値段もね買いやすいんですよね。あのだいぶね、あこんな安くていいんだっていう感じ。今日本のルアーとかだとだいたいまあ、ちょっといいやつだとね、もう1800円とかすぐ2000円近くいっちゃうんですけども、あのこういった往年のメールアーだとですね、それの値段でまあうまいことをお買い物すると本当3個とかね、まあ2個ぐらいは絶対買えちゃうでしょうし、3個とかね買えちゃうんで、何にしてもね、やっぱりルアーってね大切ですからね。で1800円とか高いやつとかね、なくしたくないじゃないですか。なくしていいって話じゃないんですけども、そうするとね必然的にちょっとずつね、ここだったら大丈夫かなみたいなところで、投げちゃいがちになるんですよね。でも案外投げてみると根がからないし、そういったところに投げないと釣れないっていうのがありますからね。ただまあおかっぱりの場合はね、あのルーバーとかね、あの台場のものすごい鎖がついてる根がかり回収機とかね、ああいうのスタンバイした方がいいでしょうし、自分の場合はそういうのもあってね、レンタルボートで、ボートだったらまあ真上か逆側に行けば大体取れるし、でそういった根がかり回収機も真上から投入すればね取れてくれたりするんでっていうことでね、やってるんですけども、まずはね、まずはまあ投げてみてね、だいぶもう寒くなってきて、ただねまだ最後の巻物ラッシュねあると信じて、ちょっと釣り場にはちょっといくつか通ってみようかななんていうふうに思ってるんで、釣れたらですねぜひ持ってこう釣果報告できればななんていうふうに考えております。まあね、この冬のストーブリーグね、これから寒いシーズンに入りますんで、そんな時に例えばアメリカンバスショップさんの、ウェブとかを見るとこういったねアメリカの往年の名作ルアー、どういったところでどういった感じでできた、使うんだよとかね、あとはねカラー見てるだけでも結構楽しいんで、ぜひですね見てみていただければと思います。というわけで本日の釣り子 TV はこちらね、ノーマンのディープリトル N、 これをね一つ入手してみたよって、こういったルアーでした。はい、釣り子 TV でした。